皆さん、こんにちは。ぶりっ子キャラの嫌われ女子アナから、誰もが憧れる女性へと転身を遂げた、女優でタレントの田中みな実さん。そんな田中さんに、復縁を望む声が殺到しています。その復縁相手は、相方が世間を賑わせている、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんです。今回は田中さんと藤森さんの復縁について紹介します。まずは田中さんのプロフィールを紹介します。2009年 TBS にアナウンサーとして入社し、2014年よりフリーアナウンサーとして活動しています。カンテレ、グータンヌーボ2やテレビ朝日、あざとくて何が悪いのなどで MC を担当し、ドラマ、最愛や映画、ずっと独身でいるつもりなどで高い演技力を披露しています。田中さんと藤森さんは2009年にTBS 系のサンデージャポンでの共演がきっかけで交際しました。当時ぶりっ子キャラだった田中さんは、番組内の企画で藤森さんの恋人になりきったり、ロケなどで一緒に過ごしたりと、一緒にいる時間も多かったようで、次第に仲良くなっていったそうです。そして2012年頃にレストランから出ていくところを週刊誌にスクープされてしまいます。スクープされてから一旦は交際を否定されましたが、再び田中さんのマンションに藤森さんがお泊まりする姿をスクープされ、二人は交際を認めました。2013年からは同棲もしており、関係も順調で、交際期間3年半と長く、結婚間近とも言われていた二人でした。しかし二人は2015年に破局してしまいます。破局理由は田中さんの束縛にあったようです。田中さんがダウンタウンの王に出演された際に、なんで別れたのと聞かれ、私が本当に未熟で至らなかったですと藤森さんから別れを告げられたと明かしています。かまってほしい気持ちが強かったとも語られています。破局理由については、職業的に話をしなきゃいけない立場にもかかわらず、私はそれに理解がちょっと足りなかったと語っていました。お互い有名であるがゆえに、どうしても話題になります。ですが田中さんは、交際などの話をネタにされるのが嫌だったのかもしれませんね。また田中さんの親御さんは、二人の結婚を猛反対していたと言われています。結婚に反対する両親と衝突する田中さんを見かねて、藤森さんから別れを切り出したと言われています。田中さんは小さい頃、海外で住まれていた経験もあるお嬢様です。両親は子供のしつけにも厳しく厳格な家庭だったようで、藤森さんはチャラ男キャラが世間に浸透し、ご両親からすればあまりいいイメージはなかったのでしょう。二人の交際当時、田中さんはぶりっ子キャラ、藤森さんはチャラ男キャラだったため、どちらもそれほど好感度は高くありませんでした。しかし2015年の破局から8年の時を経て、好感度カップルとして復縁の可能性が浮上しています。その復縁の理由は5つあります。藤森さんの破局、田中さんと破局した後、藤森さんには10歳以上年下のハーフの彼女がいました。2017年頃、友人の紹介で知り合い、4年もの間真剣交際に発展していたそうです。しかし藤森さんは番組で女性と破局したことを明かしています。こちらも藤森さんから切り出したそうで、そろそろ結婚とか、ちょっとお相手とタイミングが合わなかったから仕方がないですねってと語られています。それを知ったファンの間で、田中さんとの復縁を望む声が多く上がっていました。藤森さんは2023年2月に放送されたしゃべくり7、日本テレビ系で破局してしまった元カノに2回もプロポーズしたと語っていました。藤森さんの結婚願望がかなり高まっているようですね。藤森さんのチャラを卒業、藤森さんは2020年に吉本興業を退社されました。吉本を退所した後は仕事が減ったということもなく、 YouTube で自身のチャンネルを開設したり、最近では俳優などでも活躍されています。田中さんと付き合っていた頃の藤森さんは本当にチャラかったようですが、最近は年相応に落ち着いています。藤森さんは乃木坂46の早川聖衣来さんが演出家によるパワハラをラジオの生放送で告発した際に共演しました。その際、藤森さんは自身のツイッターで、メンバーが健やかに笑顔でやりがいを持って活動してくれることが一番の望みですなどと気持ちを表明し、
こちらも大人な神対応だと話題になっていました。現在、藤森さんの相方中田敦彦さんがダウンタウン松本人志さんを名指しで批判して話題になっています。さらに YouTube に相方へと題した動画が公開されました。動画内に藤森さんは顔パックをつけて登場し、中田さんにそんなこと言わなくていいとたしなめるなど、芸人力と大人な対応を見せつけました。二人とも俳優や MC と幅広く活躍されていてお忙しいですが、年齢を重ねた今なら昔とは違ったところに惹かれ交際できるかしれませんね。田中さんの未練。2020年に田中さんが MC を務めるプータンヌーボ2で、好きだった彼と戻れないのであれば一生一人でいいと思った。その後にお付き合いした人もいたけど、なんかなんだろうと言葉を濁していました。共演者から超えられないんですかという質問にはうんとうなずき、別れてから一回も会ってないからで、美化されちゃってるだけだからと未練があるような感じで答えていました。さらに別の番組では、復縁成就のスズムシ時に新幹線で週1回も通う生活を続けてたとも語っていました。神頼み。田中さんは別れた当初は辛かったと打ち明けられていて、立ち直るのに2年もかかったそうです。ちゃんと立ち直るまでは何としてでも復縁したかったそうで、田中さんは藤森さんと復縁するために神頼みの儀式というのを実践したそうです。藤森さんの年齢プラス1個分の大豆と自分の年齢プラス1個分の小豆をそれぞれ巾着袋に入れ、それを地元の側に流したのだそうです。復縁の効果は未だにないようですが、これを伝授した占い師に4万円を支払って学んだと語られていました。結果的に復縁することがありませんでしたが、田中さんの心の傷は時間が解決してくれたようです。共演希望。オリエンタルラジオの YouTube でゲストに来てくれそうな美女いないというテーマで、相方の中田さんが昔付き合っていた芸能人は来ると藤森さんに投げかけました。来るわけないじゃん、何考えてるのとびっくりした様子で笑いながら即答された藤森さんでしたが、田中さんサイドが OK なら単純に話はしてみたい、俺は全然会いたいと語っていました。田中さんは番組などで藤森さんの話をした時に名前を使わせてもらいましたと連絡を入れるようです。今でも連絡を取っているなんて素敵ですね。 YouTube で2人の共演が実現したらぜひ見てみたいですね。いかがでしたか。田中さんと藤森さんは藤森さんから別れを切り出し破局しています。田中さんは立ち直るまで2年かかったそうで、その間も復縁成就のため週1でお寺に通っていたようです。別れてからは会ってないそうですが、連絡は取れる関係でお互い会ってみたい思いはあるようです。お互いのファンたちも復縁を望んでいます。今後も2人の恋愛に注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。